はい、お疲れ様です。今日は建設業界で見た常識外れない人たち、まだちょっとしょうもないタイトルですけど、なんちゅうかな、もう最近ねネタがないのもあるんですけど、なんかもっとなんか聞きたい話があるとか、なんかそういうのがあったらまた言ってほしいね。なんかもしこんな話聞きたいですってあったら話するんですけど、まあこういうのって結構ね、まあみんな結構伸び、建設業界じゃない人が見るんかな、ああいうの。なんか本当結構そういう闇な部分って結構みんな見たからじゃないですか。なんでまあちょっと、まあ本当にね、俺もまあ建設業界だって16からも職人やっとるから、20年どころじゃないよね。30年 ?30 年ってことないか。まあでも25年とか、まあそういう建設と関わってきて、まあ途中ちょっとね、建設じゃないこともやっとったんであれですけど、まあとにかくいろんなやつがおるわ。本当にまあ最近は見んけど、うちもねちょっとまあ会社が大きくなったって言ったら失礼ですけど、まあある程度そんなね変な子もこんくなったであれですけど、まあうちもね、まあ会社やった当初もそんな、それこそいろんなやつね、どんなやつでも入れるじゃないけど、いろんな人おったでね。まあちょっと一つずつ行ってみましょうか。まず、いつもこれですけど、チャンネル登録と、グッドボタン、お願いします。さあ、じゃあ行ってみましょう。まず、ヤバすぎる職人、その1、薬漬けの職人。いや、これ前も話したことあると思うんですけど、まあ覚醒剤もそうだけどさ、まあ何でもそうだよね。シンナーでもそうだけど、職人って、まあ俺多いと思うんだよな。他の地方はどうかわかんないですけど、ちなみにちょっと面白い話で言うと、まあこれ昔うちで働いてたことはね、あんま言ってあげたくない。まあ仕事はすごい一生懸命やっとった。一生懸命やっとったんだけど、まあ常習者っていうんかな、何回かそういうね、ところにも出入りしとって、まあある時だよ、その子、まあ俺ももう本当にもう会社やり始めた当初だよ。1、2年の時だよ。そのお客さんも聞いてるでね、大丈夫かこの人みたいな感じだとあるんですけど、今そんな子はいないんですけど、その子がまあね、そういう施設からまあ出てきたっていうのはなんとなくまあ聞いとって、でまあうちで働いとったんですよ。でさ、まあある日突然こんくなったもんで、どうしたんだって言ったら、まあまた施設に戻ったわけだよね、多分警察が家に踏み込んできて。でまあ俺一応経営者だから、まあね、大家さんとかからまあ世話に、ね、なるじゃないけど、ちょっと部屋上がって荷物とか確認してみてくれないですかとか言って言われたらさ、何、まあ薬漬けのやつで頭おかしいもんでさ、まあその子も昔働いてたことはやっぱ悪口じゃないけどね、やっぱやっとる時って頭おかしくなるからさ、なんちゅうの、女の子の形してダッチワイフっていうの、うん、俺も直接見てないんだけど、従業員に見てこいって言って、ならもう部屋くっちゃくちゃで、俺もなんか部屋のど真ん中、ほんと人間体ぐらいの、なんかもうダッチワイフみたいなのが転がっとって、まだね、薬やっておかしくなっとったんだろうね。結構おるよ、うち。あとはまあ薬やって、本当に前これ話したかな、毎日夜ね。夜じゃない。俺はまあ普通なんだよ。俺もちろんそういうことやったことないから。で、次の日のね、まあ昼とかに現場で会ったりすると、社長昨日喋りかけてましたよね。って夜中の1時か2時ぐらいに僕にずっと喋りかけてましたよね。って本当におるんだって。そういうやつが結構で、まあ、ね、うちなんか本当にやり始めた頃なんかちっちゃな会社だもんで、ね、求人とか結構ああいう新聞に出したりだとか、求人載せるところにもよるんだよね。ああいう妊婦出しっていうかな、日雇い労働者みたいな、ああいうのを使うような雑誌とか、ああいうのに求人かけとると、結構そういうとんでもないやつ来るんだけど、薬漬けのやつなの？結構うち働いとったもんね、何人か。だいたい途中で分かってきて、まあ俺はもうそういうの、まあ分かった時点でもう首にするから、まあ今はね。まあ最初のほんと1年ぐらいはちょっとまだましだまし人もおらんでっていうのもあった時期もあるんですけど、まあでもそういうのって使っとると会社の品格も下がるし、まあ良くないよね。まあじゃあちょっと2番行きましょうか、次。はい、じゃあ続いて、
やばすぎるその、うん、やばすぎる人その2、反社の名前を平気で出す。いや、今結構問題になってるじゃないですか、テレビとかでもね、反社って。反社っていう言葉すら、まあ俺がさ、だってさ、16、1の時なんか、もっといい年こいてもですけど、まあ、そもそも反社っていう言葉がなかったんだ。だって俺の地元の先輩とかが、そうとかね。そんな普通にあったよな、多分俺もその、あんまり育ちのいい町じゃないんだろうで、あれですけど、だからまあお客さんとか聞いてるんで、こういうの会社大丈夫かと思われるかもしれないですけど、そんな社長で。だけどまあその現場仕事自体も、そういう人、社長多かったじゃん。今もおるよ、でもね。おるっちゃおるし、まあおらんっちゃおらんし。まあ俺もあんまり喋りすぎてもなんかあの先輩とかから電話かかってきてお前なめたこと言っとんなよってかかってきそうだねあれですけど、まあでもまあ繋がっとるわけじゃないですけど、別にじゃあその人たちになんかそのね、昔はよくあるじゃん、その企業射程みたいなとかさ、でそのお金を後ろから渡しとるとか、そういうね、あのそういう人たちのお金の何その出口になるっていうかね、そういうね、そういうところにお金が流れるためって、そういうのっていうのはもうだいぶ減ってきたと思うんですけど、まあもろそっち系の人たちが今でもそういう建設会社やってるっていうのはあるかもしれんのですけど、なんか裏でつながって、うん、そのためになんか付き合いしてね、ビジネスでそういう、うん、ウィンウィンじゃないけどそういう悪いことやっとるっていうのは、まあ、そんなに俺はもう聞かないしないと思うんですけど、ただ僕らみたいな仕事って、まあ俺も含めてですけど、まあ半分どうしようもない人間がね、あの頭の悪いやつが会社やり始めて、まあだんだん経営者やったりね、独立したりして人と交わったり、いろんなお客さんと交わっとる間に構成してって、なんかちょっとまともまでは言ってないかもしれないですけど、俺でも。まあまあね、人として自分磨いていくみたいなもんじゃないですか。だからそういう人はまあ今でも多いけど、だからってまあ反社じゃないよな、でもそういう人たちって。だけどまあ反社よりもひどいみたいなやつもいっぱいおるでね。でまあよくこの平気で名前を出すって書いたんですけど、まあ、まず俺もお客さんであったとかは、まあとにかくじゃあお金もらえん、お金払ってください、うん、いやいや、じゃあもう月末もらえんかったら困るんで、もう取りに来ますわって言ったら、お前舐めとんのかみたいな。何々組舐めとんのかみたいな。俺、そんな脅しなんかもう何回もあるよ。いやいや、何々組とかは僕わかんないですけど、働いた分はちゃんともらわなきゃあんもんで、お金で、まあ、こんなね、舐めた感じで言ったら、俺、そりゃ、山埋められちゃうとかなんで、いやいや、勘弁してください。でも、従業員に給料払えなくなるやん。立ち上げて1年、2年なんて、本当、だって明日の金もねえみたいな状態で会社やっとるからさ、ほら、1ヶ月分金もらえんなんて言われたら、従業員飯食わせれんもんね。みんな辞めてまうよね。せっかくだんだん成長してきた人たちが。だってもうね、それこそ、うん、まあ、すいません、お金払ってくださいって言って何回か行ったことあるけど、うん、まあ、平気でおるよね。あとはまあ、俺一つ買っても多いかったのは、まあ本当に働いとって、まあ怒るよね。こっちも寝坊するだとか、現場でサボっとるもんね。お前舐めとんのかバカ野郎って、ちゃんと働けって言うよね。ならもうなんか怒っちゃって、うん、お前は悪いこのクソ親父って言って、お前どこどこ、俺どこどこ身の人間か何々か知らんのかとか言って言われたこともあるよ、昔。で、その知らんわね。聞いてないし、別にそんなこと。そんな、最初から聞いとったら捕まんもんね。でも本当に、まあそういう人も俺何人か使ってあるけどな。なんかじゃあ追い詰められて苦しい思いしたかって、そういうのはないな。なんか家になんか漫画小説とかであるじゃないですか。猫な玄関にね投げられたとか、玄関にナイフが刺さったとかさ、そんなことは俺はまあ別に今まで経験したことないですけど、なんか何々組がどうだとか、まあこんなこと言うと建設業界憧れがなんか今はないと思うよ。で、まあその会社も選ばなかったんだろうけど、まあそういうところもあるんだろうし、そういうじゃないところもあるんだろうし、でもそれって俺は多分さ、建設業界だけじゃないよね。今逆に IT とかあっちの方の方がそっち系の人入っとるって言うもんね。俺もいろんな話を、まあね、ある程度会社も大きくなっていろんなやっぱ人たちからさ、話聞くと IT 系とかそっちの方に今、
逆にね、あのそういう系のね人たち、反社っていうの、そういう人たちはやっぱ頭いいんだろうね。ああいう人たちはお金儲けの仕方を知っとるっていうか、だって建設業なんか今儲かんないって言ったらあれだけど、まあだって、建設業っていうのにじゃあそういうやつらがメリット感じて入ってくるかって言ったら別に入ってこんだろうね多分。でそれよりもなんか IT だとかそういうところに何かメリットを感じて、俺も詳しくは分からないんですけど、まあ、そういう話を俺は聞いたことがあるかな。でもこれよくある、本当によくある。ほんでまあ職人レベルでそういうさ、なんか企業査定っていうの、まあその毎月いくらだけ払って面倒見てください先輩みたいなやつっておるじゃん。俺もなんかガキの時ようおった周りにね、誰々のね世話になっとるって言って、お金、ただお前そのお金取られとるだけじゃねえのみたいな感じのやつ、いっぱいおると思うんですけど、まあこういうこと言うとまあちょっと湧くかもしれんけど、そういうその個人レベルでやっとる人たちは今でも結構おるんじゃないかな。まあ俺もあんまり言いすぎるとあんまり良くないことが起こると嫌だね。全国ネットでこれあんまり言ったらあかんことかもしれないですけどね。じゃちょっと次行きましょうか。はい、じゃあ続いてその3、お金の感覚が全くない。まあ、これはね本当にね面白いぐらいね、まあ俺もう今でも付き合ってるやつでもそうだけど、まあ仲いいっていうかね、昔うちで働いとった子で、まあ仲いいやつもおるんですけど、まあ本当になんかさ、会社ってまあ俺らみたいな建設業界って学校みたいなもんだもんね。本当18区で働くやつでひどいやつだ。だって給料が毎月まあ30、40万だとするじゃん。ならもう前借りが50万とか100万とかね、そんなんやかんや、いろいろ借金だとかなんかお前まあいいで、会社もやっぱやめてほしくないまでまあなんとかしたらねとかあるじゃん。そんなやつもゴロゴロあるし、まあうちも本当今年前ないんですよそういうの。っていうかだってそういう人も雇ってないし、お前借りするんだったらうちはもう前借りさせませんって、もうどうしてもだったら行ってきてくださいって、まあ前借りもしとる人も多少はおるけど、もう今月ゼロとかもあるかな。こんな会社になると俺思ってなかったもんね。で今いろんなね、一人親方でやっとるとか2、3人使っとる人で、いや金借りるようなやつは信用できんでどうなこうなとか言うかもしれんけど、まあ、最初からそんなね、うちと同じような、今うちで働いてる子なんか本当にさ、だってね、大卒のような子も働いとるし、高卒のような子もだよ、職人でもきちんとした人が結構働くから、それは前借りもするようなやつほとんどおらんよね。で月に1回ぐらいたまにちょっとお金使っちゃって、どうしてもこれでこういう用事があるもんでお金5万10万借りれますかっていうのはちょこちょこ月1回2回何十人持って1回ぐらいあるかな。だけどまあ立ち上げた当初なんかね、仕事もできる、お金はきちっとしとる、朝ちゃんと起きてくる、休まへん、そんなやつおらんでね、本当にこうへんけど毎日迎えに来て出てくる、金遣いは荒いもんね、全部持たしたら全部使っちゃう。でもそういう子を磨いて育てや、俺も別にろくな人間じゃなかったからさ若い頃だから、なんか完璧な子なんか探しとったって絶対おらんと思うんですけど、まあ面白い話はさ、まあほんと妊婦って知ってるでしょ。まあ職人さんだったらまあすぐ分かるで、こんな話聞いても面白くないかもしれないですけど、一般の人だと面白いのは妊婦出しってまああるんですけど、まあ今でもいっぱいあるよね。まあ一応実質上はあの妊婦出し禁止だよね、請負しかダメだっていうふうに法律上はなっとるけど、実際に妊婦出しっていくらでもあると思うんですけど、一日いくらの世界でしょ。でああいうのって半場ってあのタコ部屋とも言うじゃん、ああいうところに住んで毎日2000円とか、まあ会社によると思うんですけど、1000円もらったり2000円もらったり3000円もらって、毎日ビール代とその何タバコと飯代、毎日ね、それも朝渡すとそれ使って帰ってきちゃうもんで、晩飯食うからなくなっちゃうもんで、まあ、夜渡すだとかさ、まあそれ会社によってやり方が違うと思うんですけど、もうそんな人いっぱいおるんですよ。で給料日になったらゼロだよね。でその人たちって寮代も払わないし、寮で飯食う、あれ ビールとかただ例えばタダで飲めるっていうかさ、そのつけで飲めるみたいなね。でまあタコ部屋なんかゲーム代とか置いてあるもんで、ゲームでお金使ってねとかあるよね多分。でそういう風になったら給料ほんとゼロマイナスみたいなやつ、俺いくらでもない。そういう人たち聞くと、会社に僕らは騙されとると、で会社に借金付けにされて辞めねえのですよってよく言う人おるんですよ。だけど俺わからんけど、お前そんなお前ら悪いだろって、借金付けもクソもさ、飴玉ぶら下げて飛びついたそいつらも悪いじゃん。
ね、ビールいいよって、あの給料付けでいいもんで、ね、飲んでいいよって言ったら、じゃあ何も考えると3本も4本も飲むもんで、でまあ、ちょっと高いんだろうね、儲けるように500円、350円のやつを500円で売るんだね、やっぱりそういうのは。で、僕ら借金付けだもんで会社辞めねえのですよって、もうそんなやつは多分5万どころじゃないでしょ、10万ぐらいおるでしょ、多分下手したら日本中に。で、本当におるでも、名古屋でもいくらでもあるもん、妊婦だしね、まあうちそういうとこあんまり塗装ってそういう技術者あんまりおらんからさ、あの土木とか解体とかそっち系の妊婦だしって今でもまだ結構あると思うんですけど、まあ、そういう感じの感覚のやつ、ほんと一回でおるでね。で、まあ、ちょこっと週末は1万円もらって、ちょっとスナックかどっか行って、まあ、スナックも行けんだろうな、居酒屋だろうな、よう行けて。まあ、本当に、まあ、そうですよ。まあ、ちょっと、なんか、1、2、3、変な話ばっかで、なんか、あんまり建設業界、夢のある話じゃないですけど、まあ、だけど、そういう人たちもおって、じゃあ、その中で一生懸命働けば、やっぱそれなりに光るからね。だから現場の職人から上がってって管理任されて現場監督やってで営業やって気づいたら社長のね、あの社長室っていうかさ、社長のそのね、あの子外っていうの、あのナンバー2ナンバー3ナンバー4みたいな実験握って会社回しとるっていう人って俺いくらでもおるよ。だから俺夢あると思うんだよね。だからそのしょうもないところで働いてぐず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 文句言っとるぐらいだったら、腹くくってね、それなりの会社に入って一生懸命やればチャンスはいくらでもあるでね。で月給ね50万100万もらっとるとなんかいくらでもおると思うんだよな俺。中卒からとかさ、まあ、高卒でもいいと思うんだけど、一生懸命やってね稼いどる人たちは。だからまあ、まあ変な話ばっか今日ちょっとしちゃったんですけど、まあぜひまた、あの、面白い話今度また持ってきますんで、あの、チャンネル登録といいね、お願いします。